パリオリンピック2024卓球女子シングルス3位決定戦、大会9日目イコール日本時間3日、パリナーアリーナ、画像、勝利後にはハートを作る早田ひな選手と石田大輔コーチ卓球女子シングルスの3位決定戦で早田ひな選手に敗れた韓国、新郵便選手の行動が大きな話題を呼びました。前日、左腕の故障を明かした早田選手は、この日もテーピングを巻いて出場。 先に1ゲームを失いますが、その後3ゲームを練習。ゲームカウント4対2で1時間12分の激闘を制しました。銅メダルをつかんだ早田選手は、コート上で泣き崩れます。すると敗れた新郵便選手は早田選手に近寄り包容。言葉をかけて祝福し、その後ベンチで涙を流す姿がありました。この試合の解説を務めた藤井弘子さんは、 負けた自分ですけれど、おめでとう、という風に近寄って言葉をかけた姿っていうのは彼女の人間性も垣間見えた、とその行動に称賛。20歳という若さですけれども、総合力、技術だけではなく戦い方も今まで以上に奥行きが出ましたし、戦う姿ひたむきさも魅力に惹かれた。必ず日本にとってのライバルになると語りました。新友便選手は、 混合ダブルスで銅メダルを獲得。24歳の早田選手よりさらに若い20歳で韓国のエースで、日本の T リーグでもプレー経験を持つ選手です。